琥珀の間とは、ロシア連邦のサンクトペテルブルクにあるエカテリーナ宮殿内の一室である。その名の通り、部屋全体の装飾が琥珀でできており、これは世界で唯一のものである。琥珀が第二次世界大戦のレニングラード包囲戦中にドイツ軍に持ち去られたため、琥珀の間は失われていたが、百七十九年から始まった復元作業により、二千三年に、 琥珀の間は完全に復元された。琥珀の間のカラー写真、1931年撮影琥珀の間に使用された、琥珀の間の原型とも言える琥珀の部屋はプロイセンで構想され、制作が開始された。当時のプロイセンをフリード、しかしフリードリヒ一世は琥珀の部屋の完成を見ることなく、この世を去っている。その後、琥珀の部屋の装飾は、 フリードリヒ一世の子、フリードリヒビルヘルム一世の時代に、ピョートル大帝が所望し、送られることとなる。しかし、装飾はすぐに組み立てられることはなく放置された。ピョートル大帝の死後、即位したエリザベータは、自国文化のさらなる西王化を図ったが、東急の改築の際に、放置されていた装飾は、宮殿の越見の間の装飾として、ロシアで作られた装飾と共に利用された。 こうして、当初のプロイセンで構想された琥珀の部屋より大きく広い空間となった。この時点で琥珀の間としては完成していたと考えられる。その後、琥珀の間は夏宮に移された。完成は1770年、エカチェリーナ2世の時代であった。エカチェリーナ2世は琥珀の間をことのほか愛し、部外者の立ち入りを禁止していたという。 第二次世界大戦中の1941年6月、ナチスドイツは独祖不可侵条約を破り、当時ソビエト連邦となっていたロシアに侵攻した。7月には、ドイツ軍は、レニングラードと名を変えたサンクトペテルブルクへと進撃し、9月には、近郊のエカテリーナ宮殿に入ることとなる。その後、宮殿内にあった多くの美術品とともに、琥珀の間の装飾は略奪された。 ドイツによる進行先での美術品の略奪はヒトラ総統による新美術館の建築のためであった。琥珀の間の装飾はケーニヒスベルクに運ばれた。そしてケーニヒスベルク城の博物館で保管されることになる。琥珀の間はしばらくカリー・ニングラードで展示されたが、イギリス空軍の空爆に遭い、琥珀はすべて消滅したとされている。2003年に再建された琥珀の間、 第二次世界大戦後、戦争中に破壊されたエカテリーナ宮殿は修復が進められていたが、琥珀の間は琥珀そのものが失われていたため、その復元については手の施しようがなかった。その後、1979年から琥珀の間の修復が開始されることとなる。修復の際には琥珀の間に関する視覚的資料がほとんど残されていなかったため、 復元は困難を極めることとなった。復元にあたった人々の地道な作業が実り、2003年に24年の歳月をかけた修復が完了し、フランスのエビアンサミットに先立って世界の首脳に披露された。ありがとうございます。